ビューイベント大成功、ブラボーだブー。共同生活で3人の絆も深まってまいりました。けどいいことばかりってわけじゃねえんだよな。毒毒弾が怪しい武器を使い始めたでブー。あまり役に立ちそうもない代物ですけどね。テレビ出演が決定。こいつはロックだぜ。しかも大人気の栗原涼くんの番組エクセレントでございます。ハーモニーエネルギーをいっぱい集めるぷ。おはようございます。よろしくお願いします。すごい、本物のテレビみたい。当たり前でしょ、本物なんだから。おはようございます。りょうくんだ。ミラクルミラクルの皆さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ですます。りょう、まゆたん…じゃない、ゆずはらさん。おはようございます。今日はよろしくお願いします。はい、よろしく。しおみさん、なんか用事ですか？ああ、ディレクターさんが呼んでる。はい、じゃあまた。やっぱり違うね、本物のスターは。カノンたちも本物のアイドルになるぷ。そっか、よし、頑張ろうっと。いただきます。美味しそうですね。作ったことないけど頑張ります。え、まずホワイトチョコレートとバターを湯煎にかけて溶かします。あー、もういいや。湯煎ってあれでいいの？よくない、よくない。冷ましてからお砂糖大さじ3杯。マイ、大さじはこれ。卵を入れて混ぜます。ありえない。オーブンでできます。
ばい、焦げてる気がするんだけど。早く出して。大丈夫、よく焼いた方が美味しいの。でも焦げてる。焦げてない。できました。ケーキというより岩の塊でございますね。こいつは6個だぜ。まあいい。さあ召し上がれ。うん、私が毒味します。え、毒味、うん、ワンピース。ちょっとカノン、大丈夫？はい、撮影は、料理の撮影は後回し、先に歌のコーナー撮るって。そうなんだ。それにしてもすごかったね、舞さんの料理。私もちょっとびっくりしました。何でも完璧な舞でも苦手なことがあるんだなって。でも僕は苦手なことでも頑張ってる人の方がかっこいいって思う。へえ、注目度ナンバーワン栗原涼か。そんなガキのどこがいいんだよ。あら、やきもち？子供相手に大人げないのね。なわけないだろう。はい、はいはい、はい。ま、魔王様。ネガティブが足りん。これですよね、魔王様のお怒りの原因は。人間たちを魅了するのは魔王様だけです。女たちにキャーキャー言われるイケメンどもはこの世から消し去ってしまいましょう。要するにやきもちなんじゃ。違う、世界征服のためだ。りょうくん、待っててね、もうすぐ行くから。これ落としましたよ。ステージへ。アイドル戦士ミラクルじゅんくん。
分でおびき出すって作戦ね。亮はこっちだよ。ドくんだっけ。私は亮くんに首だけ。この人形をあげれば亮くんは私に首だけ。そんなものもらっても亮くんは迷惑だよ。迷惑だけ。そんなことないって。これをくらっ。サインちょうだい。攻撃。込められているフルートジュエルゲット。
私スタジオ館内行かないと。またネガティブタクトは失敗か。いい加減まともなものを作ってくれよ博士。ルギャラソン悔しい。私もリョウ君に会いたい。よ、大丈夫？さっきのファンの人たちのことは今は気にしない方がいいよ。はい、シロミさん。本番行きます。よかったよ、ライブ。あの曲、すっごく気に入った。ほんと？嬉しい。りょう、これ、ファンの子たちから。すっごいね、こんなにたくさんのファンがいるなんて。ミラクルミラクルにも、すぐにたくさんのファンができるよ。そうかな。絶対大丈夫。だって僕ももうカノンのファンだから。 ありがとう。じゃあそろそろ行こうか。はい。じゃあまた。カノン急いで、次の撮影始まるよ。はい。無事終了。りょうくんとの共演でミラクルミラクルへの注目度もアップだね。ねえ聞いた？次はテレビ番組がカノンを密着取材するんですって。カノン大丈夫かな。なんだかトラブルの予感。私は大丈夫だよ、おかげさまさま。ほら予感的中。取材の最中にネガティブジュエラーが街中がゴミだらけ。ひどいわ。
綺麗な街を取り戻さなきゃ。次回もみんなでミラクル